前回の父とこキャンプは、せーの、インプラント。天気はいいんだけど、富士山の周りに雲がまとわりついてるな。ここも候補の一つでした。キャンプ赤池、ここも行きたいんですよ。庄司レイクホテルにあるキャンプ場、キャンプサイト受付。庄司湖キャンピングホテル、ありがとうございます。55番。本日のテントは忍者テント。1本目。この風が来るとすごい気持ちいい。久しぶりのソロキャンプ、寿司スタート。いい色。3本目。4本目。5本目。パリッパリしてる。5本目。四季のビール、あーうまい。チシド、皆さんこんにちは。チシトコキャンプの山健です。普段チシトコでキャンプに行く様子をご覧いただいておりますが、この日は2ヶ月ぶりのソロキャンプ、その後編動画となります。すでにがっつり食べて飲んで昼寝までして、そろそろ焚き火の準備に取り掛かります。よし、やってみましょう。最近娘がハマってるのがフェザースティック作り。僕も挑戦してみます。一気に暗くなっちゃった。こんなもんまた娘とやってみたいと思います。着火してきます。火付けの前にだいぶ暗くなってきたのでライトを点灯。ミニマライトのなんか新しいやつ、これしかなかったんでこれ買ってきました。これをつけてみたいと思います。ゴールゼロが売り切れでこちらを購入したわけですが、これで変えられるの超高、お便利。なかなか可愛くて気に入りました。難しいね、フェザーって。娘が見てた、YouTube を参考にやりました。娘と一緒にもっと練習頑張ります。もうこんなもんですね。もっと練習頑張ります。ふわふわにしたい。で、今日は円でいきます。気を取り直してもう一度。娘が自分で作ったフェザーを燃やすのがもったいないなと思う気持ち、ちょっぴりわかるなと思いつつ、火付けも一緒にやってもらったらこの炎が大きくなる喜びも感じられるんじゃないかなと気づかされる、そんな夜。お隣のサイトではここで出会ったキャンパーさん同士が焚き火を囲んで談笑。とても楽しそうな雰囲気の中、僕は一人贅沢な時間を満喫させてもらっております。いいねこれ、明るい。前半動画だけで飲んだビールは過去最多の6本。7本目。
札幌クラシック。そろそろ焚き火をやめて、これ飲んだらもう幕内こもってゴロゴロしようかな。そのつもりだったんです。ただ一口飲んだらやる気スイッチが。空はめちゃくちゃ星が綺麗です。これ食べようかな、ニラの絶品キムチ。僕辛いの弱いんですが、辛いの大好きです。ニラすごい。あ、そうだ、ここでもう一品。ビールは7本しか持ってきていません。最後の1本大切にしないと。うまいうまいうまい。これは何を作るかというと、こんな夜の9時から何を作ってんだって話です。ポテトフライ半分は自宅に置いてきました。全部揚げ焼きにしてしまいます。揚げたてのポテトとキムチとビールで一人居酒屋、うん、このあとハイボールで楽しい夜を締めくくりました。夜11時ごろ就寝しましたが、深夜2時過ぎ、強く打ちつける雨の音で目を覚ましました。荷物は極力幕の内側へ。乾燥撤収できるか心配ではありますが、朝には再び富士山に出会えることを期待してまた目を閉じます。それではおやすみなさい。岸子おはようございます。最高の朝を迎えることができました。朝方まで降っていた雨はすっかり止みました。車の下だけ濡れていませんが、これから出てくる太陽がテントも乾かしてくれることを期待しています。
松ぼっくりや木の枝、できるだけ濡れていないものを選んできたつもりではありますが、さすがに水分を吸っている。白い煙が立ち込めますが、ここから炎を育てていきます。朝の焚き火が心地いい。ようやく長い夏が終わった秋の入り口。また太陽が昇ればしつこく夏が顔を出す。そんな季節の移ろいをゆっくりと楽しめるソロキャンプ。これから訪れるキャンプシーズンの到来を予感させられる朝の焚き火の時間でした。この出番ですね。はい、ということで朝ごはん作っていきます。今日も朝からがっつりいきますよ。朝ごはん食べるにはこちら、豚肉、豚ロース2枚を1人でいっちゃいます。まず筋切りをして筋繊維を断ち切ります。それから包丁の背で肉を叩いて、こちらも筋繊維をほぐし下ごしらえは完了。次にパン粉の出番。そう、朝から揚げ物です。よいしょ。お米炊けたようなので一旦下に下ろして蒸らします。卵を溶いたら薄力粉を表と裏の両面に振りかけて余分な粉は払い落とします。卵しっかりつけてパン粉をまとわせたら、もう一度薄力粉、卵、パン粉の順に二度漬け。少し放置している間に油を温め一気に揚げていきます。その間に付け合わせのキャベツを切ります。うまそう、うまそう。うまそうじゃん。おー、すげえ。よいしょ。おー、いい感じ。あちょ。ということで朝とんかつの完成だ。いただきます。本当は夜作るつもりでした。うん、ビールと一緒にいただくつもりだったのですが、朝から揚げたてのとんかつと白いご飯、いやーめっちゃ美味しかったです。チシジョロ、うん、こんなの美味しい決まってる。ごちそうさまでした。ちょっとここ跳ね上げようかな。片付けよう。時々質問いただくんですが、揚げ物した時の油はこうして持ち帰ります。ゴミだけじゃなくて炭もお持ち帰りになるそうです。ゴミの持ち帰りやトイレの不便さなどはありましたが、そうやって長い間守られてきたこの景色、まだ子供たちが小さいうちはどうしても快適性を求めることになるため、こうした場所は避けがちではありますが、ソロキャンプの特別な時間を一人ゆっくり過ごすには最高の環境、素敵な思い出を作ることができました。気持ちいい。来た時同様、いつの間にか富士山には白い雲が。今回のキャンプでも様々な表情を見せてくれました。初めて来ました。みんなで一泊ですか。一泊です。天気良さそうで良かったですね。昨日夜結構雨降ったんですよ、うん、
朝方までずっと雨でしたね。僕の右側にはこの日チェックインのお子様連れ、車3台でいらっしゃったグルキアンの方々、設営の邪魔になりそうだったので車を移動して差し上げました。そのついでに忍者テントも撤収。センターポール上にこれの使い方合ってるの向かってない気がする。タープの下でのんびりしようかなと思いましたが、だいぶにぎわってきましたので、そろそろ帰ろうと思います。地主座。最後になりますが、このように番号を与えられるので、これをテントの見えるところにくっつけて宿泊者の証明をするそうです。僕の左隣には学生風の若者2人が設営にだいぶ苦労されていました。もう出ますよ。いや、大丈夫ですか。あー、なるほど。車を湖ギリギリに寄せていました。確かに結構風強いっすね。あのプラスチックのペグしかないんですか。こっちのやつもあるんですけど、うん、こっちの方が鋭利で刺さりやすいかなと。ああ、そうか。こういう単造ペグみたいになったらガンが入りましたけどね。ああ、もし硬いやつだと入りやすいっすね。そうっすね。アルミじゃちょっとここ、かなり硬い。ないんすか。なり硬いっすね、ここのは。あれならあるよ、焼き鳥刺さり。もしかしたらわかんないけど借りれるかも。先こう鋭利になってるじゃん。鋭利もそうだし、あと単造ペグってこれ絶対折れたり曲がったりしないですよ。アルミは、ま、曲がると思います、そもそも。ちょっとだから多分もしかしたらレンタルできるかもしれないですけど、プラスチックとかアルミだとちょっとここはあれかもしれないですね。それか、まあ、最悪あの土っぽいところ、芝のあるところ、あそこは刺さるかもしれないですけど、ここかなり硬いっすよね。硬いです。うん、正直単造ペグでもガンガン打ち込めなかったおじさんからの余計なアドバイス。彼らの設営した場所は一番富士山の眺めのいい位置なので移動することはないかなとは思ったのですが、強風が吹かないことを願いつつキャンプ場を後にします。ということで、いかがでしたでしょうか。前回に引き続き2ヶ月ぶりのソロキャンプの様子をご覧いただいたわけですが、好きなものを食べて飲んで寝て過ごして最高の景色に出会えて、人生がまた一つハッピーに色がついたような気がします。さっきのカードを返してチェックアウトしてきます。ありがとうございました。お母さんの姿が見えません。こちら昨日も見せてもらった小鳥。見つけた。これが餌くれってことね。置いときます。出たところでお会いすることができました。今小鳥ちゃん近寄ったらめちゃめちゃ口開けてでしょ、餌くれ、ね、あれだけずっと食べてるって感じですよあの顔見てるとあげたくなるね。なんですよ、声聞くだけでも、ね、 ありがとうございます、はい、じゃあ行ってきます。すいません、お世話になりました。ありがとうございました。はい、また会いに来たくなる、そんな管理人さん。いいとこでした。温泉のチケット100円引き、ありがたい。この温泉は子供たちと何度も寄っているところですが、一人では行ったことがありません。こうやって子供たちとの思い出の場所をいつか一人で回る時が来るのでしょうか。いろいろあったけれど、まあ、楽しいキャンプになりました。一人だとあまり温泉入って帰らないことが多いんですけど、今日は疲れた。ちょっとゆらりいただきます。ということで温泉に立ち寄ります。気持ちよかった。富士山は残念ながら見られませんでした。じゃあ
帰ります。次回は子供たちと行った2泊3日秋のはしごキャンプの様子になります。ぜひまたその動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ちちとこキャンプ山健でした。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。Ha ha ha!